バガンコボ墓地内のロシア正教会、バガニコボ墓地は、ロシアの首都モスクワ北西郊外のプレスニャ地区にある、共同墓地で、モスクワ最大の墓地である。バガニコボ墓地は、ロシアの首都モスクワ北西郊外のプレスニャ地区にある、共同墓地で、モスクワ3号環状道路に接している。もともと、エカチェリーナ二世地制下で起こった1771年、モスクワのセンペストの流行事件で、 この伝染病の拡大を防ぐために、市内での死者の埋葬が禁止されて、市郊外での墓地として始まった。この墓地には、これまで50万人が埋葬されたと推定されていて、2010年現在、既存の墓は10万を超えてる。それは、ロシアの歴史上の悲劇、ボロジノの戦い、モスクワの戦い、ホディンカの悲劇からの大量の墓があるからである。また、ロシアの芸術、 スポーツ関係の人々、旧ソビエト連邦時代の多くの人々の集団墓地でもあり、大粛清の時には墓守たちはごとかを煽ってから泣いて助けを買う囚人たちを処刑したという。1819年から1823年にかけてバガニコボ墓地にはモスクワ風帝正様式のいくつかの聖教会が建てられている。次のような有名人の墓がある。ありがとうございます。